なんかパパ活みたいな意識でお付き合いされてるんじゃないかな。木村先生、どきに木村さん、入ってます。LINE 交換しましょう。スピーカーにお電話ください。諦めきれないの。クラブスナック、それはあれですか、またパパ活ですか。28ぐらいでもいいんですよ。ダメですか。はじめまして。はじめまして。本日はご応募ありがとうございます。ベニと申します。ベニさん、はい、よろしくお願いします。近藤と言います。はい、はい、よいしょ。近藤さん、じゃあお悩みを聞く前に最初に、この番組は電話占いスピカの提供でお送りいたします。糸を通して近藤さんがどこにつながってるのかなっていうのを見たりとか、あと霊感霊視で私が霊感って、はい、霊感ってすごいな。いろいろやってるんですよ、はい、いろいろありがとうございます。いろいろやらせてください、お願いします。では今日はどのようなお悩みですか。そうね、前ね、ここで占ってもらったんですけど、はい、パパ活だって言われちゃって拝見しました。あ、そうですか、はい、いやね、あのね、これ本当ね、パパ活だったんですよそれがまず一つのご報告で分かりました。お別れして、うん、ただね、一つね、感謝してるのは、うん、この前のあの、ご覧ですよね、ラッキーカラーは赤、うんうんうん、赤をつけてくださいって言われて、赤お似合いです。 ありがとうございます。もうね、赤で、あの赤をね、身につけるようにしたんですよ、うん、ね、そしたらね、モテ始めた。おおです、おでしょ、本当に。いや、これね、どうしたのかななんて、クラブとかスナックとかなんか逆なんされるようになっちゃってね。クラブ、スナック、それはあれですか、またパパ活的な。いやいや、そうなんですよ、あの仲間と行ったりね、ちょっと飲みに行こうかなんて、部下が社長に連れてきたのになんか分かったよって行くじゃないですか、うん、そこでね、女性に声かけられたりね、うんうんうん、なんかちょっとどうしちゃったのかなと思って、やっぱこの赤のね、ネクタイがいいのかなと思ったんですけど、うん、ただね、残念なことに、残念なんですよ、みんなね、年上なんですよ。パパ活じゃなくてババ活になっちゃったもう本当にね、そこがね、一つの、ね、まあ、モテるのはいいんだけど、やっぱりね、若い子がいいなっていう、まあ、デニーさんみたいなね。あ、ありがとうございます。もう本当にね、それをちょっとね、占ってほしいな。諦めきれないの。若い子っていうのは具体的に何歳から何歳までがストライクゾーン。ああ、まあストライクゾーン、まあそれはもうやっぱり中学生ぐらいからね。18から、だからできればだから、まあ18とか19ぐらいが一番よくて、うん、もう年を取ってまでまだ若いの、若いの見ながら老いていきたいなっていう。でも前の奥様たちってそんな若くないんじゃないですか。1回目は25と25、ね、うん、で2回目は25と35、あ、じゃあ58と25でも OK かなと笑ってるけどそういうことですよ。なるほど、そういうこと、そういうこと、もう常にこう24、5の子はいいなみたいなね、うん、まあぶっちゃけた話ですよ、ね、もうなんか笑ってるでしょいや、元気だなって思ってますよ。こういう占いの場じゃないとさ、本心言わないじゃない。そうですね、こういう時はね、ほらプライバシーも守られてるし、うん、ね、まあ、まあなんとかなりませんか、25歳の人。25歳か、そうですね、今見させていただいて、近藤さんから赤い糸がちゃんと出ているので、ご結婚はできるんです。素晴らしい、素晴らしい、それは来てよかったと、うん、本当にね、どこから出てるんですか、赤い糸は。どこから、頭上から。で、それ、うん、何色ですか。赤です。赤、もう赤が普通に頭のここら辺にもこう丸く出てるっていう感じなんです。そうですね、指先なんですけど、はい、で前回の動画で28ぐらいでもいいんですけど、ダメですか、やっぱりもう30代感じでして、30代とかじゃなくて、もっともっと上。あ、もっと上、もっと行っちゃうの、もっともっと上、もっと行っちゃうの。そうそう、もう近藤さんよりも上の女性。それはそうですか、うん、私より上っていうと、もう本当におばあちゃん
や女性は年を重ねるごとに素敵になるので。なるほどね、うん、いやだそういう人と出会えるかもしれない。ちゃんと意図出てますからね。そうどっちの方角なんですか、どっちの方向いってこの指先からホワーンって出てるので、ちょっとまだ距離が遠いのでまだその方とは知り合ってないんですね。あ、そうなの。そうなんです。じゃあ周りにいるわけじゃないんだ。まだいないです。これから出てくる。そうですね、連絡先入ってるわけでもないし、いい、ね、まだ出会ってないんですよ。じゃあベリさんかもしれないじゃないですか。あ、そしたらもう繋がって。あ、そうなのか。そうなのか。もう若い子が好きっておっしゃってますけど、うん、その時にはその人でいい、この人がいいって思いますよ。変わっちゃうんですか。変わっちゃいますね。ちょっとカラー、あのラッキーカラー赤っておっしゃってたので、ちょっと今日改めてカラー見てみようかなと思って、はい、占い使う、占いのものなんですか、もともと。そうですね、占いのカードで、まあ、何種類も色が、これ全部色なんですけど。昔からですか。そうですね、赤ね。うーん、今日緑のパンツだけど、あ、パンツ赤を履いたりしますよ。やっぱり赤ですよ。あ、赤なの。タトゥー入れてるじゃないですか。はい、本物。本物です。本物なの。さっきは気になっちゃったんだけど。あ、本当ですか。なんかおしゃれだね。あ、ありがとうございます。いや、それ本当にすごい褒め上手だし、モテると思うんですよね。いやいやいや、先生にそんな風に言われちゃうと。いや、赤ですか。いや、ベリさんはあの、あれですか、いつも赤なんですか、髪の毛とか。そうですね、赤ばかりですね。 赤ばかりで、うんうんうん、服も赤で。そうですね、赤。なるほどね、うん、お揃いですね。え、あ、そう、奇遇ですよ。奇遇ですね、ラッキーカラー。ワインも赤ですか。ワインも赤です。あ、そうなの。はい、これの近くにさ、赤ワインのうまい店があるんだよ。いや、笑ってるけど、ね、別に誘ってるわけじゃないから。あ、うんうん、誘ってるじゃないけどさ、あの時間ある。あ、いつですか。今日、これから。ちょっと時間ないんですよ。ないのか。いや、もう時間あるんだったらさ、今すぐさ、そのマスターに電話して店開けてさ、行くよって言えば、お、あ、そうですかって言ってくれ、グランバンの 4,5 本読んでくれ、用意しててくれるよ。あ、いいワインがあるんですよ。グランバン飲んだことあります？ないです。新しく知り合う女性をそちらに誘って。いやいや、あのね、まあ僕はね、やっぱりね、ベリさんがいいなと思って。ありがとうございます。ちょっとまた何かあれば。ライン交換する？はい。ライン、やってないんですよ。やってないの？やってないの？じゃあツイッターでもいいよ。ツイッターもやってないんですよ。Facebook？ 何も SNS やってないんですよ。Instagram？ 何もやってないんですよ。そうですか。じゃあ郵便番号教えてください。確かめられない言葉の。いやー。非常に楽しかったですよ。で、まあ、ベニさんがね、可愛くて、まあ、あんまりあんな可愛い人いないんじゃないの、占い師さんで。やっぱりここはすごいですよね、そういう意味ではね。そうですね、動画で、以前の動画で拝見させていただいたよりもすごくダンディーで素敵な近藤さんだったので、ちょっとこれからいい出会いがあればいいなって願っています。やっぱりちょっと年齢にこだわりすぎなところがあるので、ちょっと広い視野で年上の女性だったり同世代の女性も見てほしいかなって思います。可愛いね。笑顔。ありがとうございます。髪の毛もいいですね。まだ20代。30代です。この番組は電話占い、はい、スピカの提供でお送りいたしました。あ、ちょっと若い基準からずれちゃいました。いや、僕20代だって聞いた時に、まだって言った時10代かなと思って。ありがとうございます。素晴らしいですね。ボーイフレンドいないの。なんで、なんででしょう。出会いがないからです。出会いあるじゃないですか。なるほど。なるほどなるほどなるほどって。